それでは今日のラッキー姉妹都市はエミリア・ロマーニャ州です。茨城県の姉妹都市はイタリアのエミリア・ロマーニャ州です。姉妹都市ってよく聞くけど一体何なの？というと、文化交流や親善を目的とした地方同士の関係を指します。茨城県とエミリア・ロマーニャ州は1985年の筑波万博をきっかけに翌年より姉妹都市提携を結びました。しかもエミリア・ロマーニャ州はイタリアの州として日本の地方自治体と姉妹都市提携を結んでいる唯一の州であり、姉妹都市提携したのは日本では茨城県だけです。エミリア・ロマーニャ州はどこにあるのかというと、イタリア共和国北東部に位置しています。イタリア半島の付け根に位置していて、東部はアドリア海に接しています。州都がボローニャといったらだいぶイメージが湧くのではないでしょうか。ボローニャは南北を結ぶ交通の要所、商業・学術都市として発達し、世界最古の大学の一つであるボローニャ大学がありますよね。産業面では肥沃な土地を活用した農業が盛んで、小麦やサトウキビのほか、梨やブドウなどの果実栽培、養豚などで高い生産量を誇り、工業面でも機械工業や食品産業、陶器、医療産業などが盛んです。また、企業が一つの地域に集中して工業団地を形成しています。このように農業や工業が発達していることから、この地域はイタリアの中でも比較的裕福で、住民1人当たりの収入は EU 加盟国の州の中で第10位にランクインしています。茨城県も都道府県別収入ランキングで第7位ですよね。なんだか茨城県とエミリア・ロマーニャ州って似てると思いませんか？実は農業、漁業、工業が盛んなために姉妹都市を結んだということなんですよ。なるほど、納得ですね。今日ボローニャ風のイタリアンを食べに行ったら、イタリア人の友達ができてインターナショナルに美味しい時間を過ごせるかも。茨城。